こんにちは。つれづれ北海道チャンネルへようこそ。ここ丸山バスターミナルから、JR 北海道バス、循環丸13番、旭山公園線に乗車します。循環丸13番は、丸山公園駅前を発車して旭山公園前で折り返し丸山公園駅に戻ってくる循環路線ですが、令和6年4月1日からは、丸山公園駅前から旭山公園前までの奇襲点運行に変更となります。お待たせいたしました。循環丸13番旭山公園前行き発車いたします。いつも JR 北海道バスをご利用くださいましてありがとうございます。途中お降りの方は押しボタンでお知らせ願います。 IC カードでお降りの際は運転箱の IC カード読み取り時にタッチしてお支払いください。整理券をお持ちのお客様は整理券を入れてから現金などでお支払いください。次は大通り西25丁目でございます。不動産売買の窓口高級リバブル丸山センターへお越しの方はこちらで降りられると便利です。お降りの方はお知らせいたします。走行中の移動は大変危険です。両替や IC カードのチャージはバス停での停車中にお願いします。JR 北海道バスでは安全確認のため交差点右折時は一旦停止または快速をします。ご注意ください。次止まります。ご乗車ありがとうございます。お降りの際はバスが完全に止まりドアが開くまで座席にお座りのまま止まってください。次の交差点を
次は高井川、高井川、ワインの食材を追って、もっとイタリアレストランのパスタ、タルタと備えてございます。
東京ストア丸山店5階人気喫茶テレビは土曜午後日曜も診療。詳しくは人気喫茶クリニックで検索ください。次は南八条西25丁目南八条西25丁目でございます。武田眼科へお越しの方はこちらで降りられると便利です。大井の方はお知らせ願います。次止まります。ご乗車ありがとうございます。大井の際はバスが完全に止まりドアが開くまで座席にお座りのままお待ちください。
駅前でございます。マンション、戸建て、土地の売買は任せて安心。三井のリハウスへお越しの方はこちらで降りられると便利です。地下鉄への乗り継ぎは IC カードのみ使用できます。運賃箱の IC カード読み取り部に立ってしてください。そのまま乗り継ぎができます。走行中の移動は大変危険です。両替や IC カードへのチャージはバス停での停車中にお願いします。どなた様もお忘れ物のないようお支度ください。定期券乗車証は分かりやすいようにお見せ願います。終点丸山公園駅前です。